これから2020年度青山学院大学社会情報学部社会統計第2回の講義の配信を始めたいと思います統計入門の第2回と第3回ではテキストホーエル初等統計学の第2章の内容を学習していきます第2章は標本データの記述ですここでは 記述統計学の基礎を学ぶことになります授業は第2回と第3回に分かれています動画配信はそれぞれの回においていくつかの動画に分けての配信になります受講者の人はすべてを視聴するようにしてくださいではこの動画では第2章の第1節 除雪についての解説になりますこれが第2章の最初の動画になります第1章で我々は統計的方法とは何かということを学びました統計的方法は観測値の源泉から測定または係数の形で取られた観測データに関係があるというように書かれていました観測値の源泉 とは何かこれは第1章で募集団というようよに習ったものですね例えばある都市で医療費を調べたい時その都市のすべての住民の中から何人かを選んでそれぞれの支出した医療費を尋ねるこのような例が第1章に書いてありました。ここでその都市のすべての住民というのが観測地の源泉ということになります。 何人かを選ばれれたたた人たちが標本と呼ばれるわけでしたねもう一つの例市議会で論争中の問題について世論を知りたいならばその市の全ての有権者の中から何人か選んでその問題に関する意見を求めるこの時にはその市の全ての有権者というのが観測地の源泉募集団というものになるのでした。 何人人か選ばれた人たちというのが標本ですね第1章では市議会ではなくて単に議会アメリカの場合ですと連邦議会のことを指しているようにスライドではなってましたそちらはもともとのテキストの英語版から取るとそのように読めるんですけれどもこちらはちょっと日本語版に合わせまして市議会というようにしています。 観測値の源泉、これを母集団というように呼ぶんでしたね。母集団は興味のある対象の全体です。結果を一般化したい範囲ということになります。研究や調査を行う人が、日本の大学生はという主張をしたいなら、つまり日本の大学生というものに興味があるのであれば、母集団は日本の大学生全体ということになります。 この母集団から抽出された観測対象、典型的には人です。観測対象の集まり、あるいは値そのものですね。観測値の集まりを標本というように呼びます。ここまでは第1章の復習ですね。それでこの第2章の目的は、母集団から取った標本の特性を調べることというようにテキストに書いてあります。9ページの一番最初ですね。 求める特性は、標本をどのように取ったかに大いに依存するから、まず標本の取り出し方、標本抽出の方法について合意しておく必要があると書かれています。ここで標本抽出の方法について、それほど詳しく述べなくてもいいと思うんですが、テキストにはいくらかのことが書かれていますので、え序説、テキスト、第2章、第1節、 の内容を説明していきたいと思います例としてアルバイトをしているある大学の学生全体の中でアルバイトをしている学生の割合を推定したいとしますこれは母集団での割合ですねその大学の全学生の中で何割の学生がアルバイトをしているかを知りたいとしますそれでそれを調べたいというときに全ての学生について アルバイトををししていいいるるかかどうう尋ねるとののは難しいので学生会館のフロントで最初に出会った100人の学生に尋ねるのはどうだろうかとでこうした学生たちがもし特定のタイプの学生に偏っているとこれは募集団でのアルバイトをしている学生の割合の推定としてはうまくいかないかもしれないとそうしたことが書かれていますね。テキストでは 学生会館のフロントで捕まるような学生は大部分が大学構内をぶらついている怠け者か社交家たちで労働するタイプの学生はあまりいないと考えられると書いてあってこれがこの、ま、そのまま日本の事情に日本の大学に当てはまるかっていうとちょっとそうかなと思うところがありますがここで言いたいことは学生会館のフロントで最初に会った100人というのが この大学の全学生を代表する人たちと考えていいんだろうかということですね。そうではなくて特定のタイプの学生に偏っているんであれば、まあ、これは全体での募集団全体でのアルバイトをしている学生の割合を推定するっていうときには偏った歪んだ推定になってしまうかもしれませんね。そうですね。日本の場合だと例えば。 サークルや部活動のやっている学生が集まっているところ、サークルや部活動ののに所属している学生が集まっているような場所で、だけでデータを取るってやれば、当然そうしたタイプの学生だけに偏りますから、サークルや部活動をしてない学生、この人たちはあんまり標本に入ってないということがあり得ますよね。そうすると、 そこから推定したアル,バイトの学生アルバイトをしている学生の割合というのは偏っている実際の募集団でのの本当の割合とは違っ,てない違っているかもしれませんね。テキストでは学生の登録カード、まあ、今はカードっていう物理的なものはないと思いますが学生の登録カードからランダムに100人を選んだ方が良い推定値が得られるだろうというように書かれていますね。 学生の全部学生名簿というものが手に入ればそこからランダムに100人を選ぶという方が良い推定値が得られるだろうとランダムってどういうことなのかということはこの後少し話していきます募集団に関する妥当な結論を標本から引き出せるようにするためには無作為抽抽出出とと呼ばれれる標本の抽出の方法が良いとされていさてます先ほどの学生名簿からランダムに選ぶというのはこの無作為抽出の方法ですね。無作為 えというのはどういうことかこれはテキストでは個体の母集団からただ一つの個体を選ぶ場合がまず説明されています個体の母集団からただ一つの個体を選ぶとき母集団を構成するどの個体も選ばれる確率が同じとなるならばその標本抽出は無作為であると呼ぶというように書いてありますテキストの日本語表現と少しここのスライドの表現は変わっています このスライドの言い方は元の英語版のですねオリジナルテキストから持ってきているものですね。ただ意味としてはもちろん日本語訳と変わっていません。この無作為抽出についてきちんと学ぶのはテキストの第6章になります。第6章でこのようなことが書かれています。 先ほどは1人だけ取り出す時ということでしたけれどもそうではなくて R 個の個体を取り出すす。についいてて書かれています標本が R 個の個体を含むとき、母集団の個体のどの R 個の組み合わせも標本に選ばれる確率が同じであるような抽出法これを無作為抽出とと呼ぶいいうようよに書いてありますね。これについては第6章の時にもう一度学びたいと思いますがそんなに難しい話ではないと思うんですね。 1>, 1つだけ選ぶという時に誰もがその選ばれる確率が同じであるということを無作為というように呼ぶとテキストの10ページに書いてあるんですけれども3つの場合じゃあ3つの答えを選ぶっていう時にはその時にはその募集団を3つの答えからなる全ての可能な組み合わせその集まりだと考えるといいというように書いてありますね。 でそれぞれのその組み合わせ、組が等確率で選ばれるんであれば無作為抽出であるというように書いてあります第6章で書いてあることも同じいいですねすべてのありうる組み合わせというのがどれも等確率で生じればそれは無作為抽出であるということになりますただテキストの書き方では等確率であるということを強調していまして実際にそれでそんなに困らないんですけれども 等確率でなくても、無作為抽出と呼ぶことが可能な方法というものはあります。それで、等確率でない場合も含めて、母集団を構成する各個体が標本に含まれる確率を計算できる抽出方法だというように定義したしてもいいかもしれません。実際、このように教えられている統計学の入門講義もかなりあるようですね。 無作為抽出っていう概念というのは少しこの点で混乱が等確率ということについて少し混乱がありまして基本的には等確率の抽出だと考えておいていいんですが統計学の手法から手法の観点では確率が計算できるっていう点が重要なんですね。ですから 確率的な抽出法という意味で母集団を構成する各個体が標本に含まれる確率を計算できる抽出法このように今作為抽出法を定義してもいいと思います。少し専門的な話になりますが「社会と調査」っていう社会調査協会が出している冊子の中で土屋先生 無作為抽出法と有意抽出法という1ページの短い記事を書いてこうしたことについてのですね混乱について述べておられます。興味のある人は参照してみてください。無作為抽出ののやりり方っていうのは色々あります先ほどの言い方では要するに偶然によって誰が選ばれるか決まり 選ばれる確率といったものが確率的に計算できればいいわけですから、いろんな方法が抽出方法があるんですね。例えばテキストに載っている例、名前は書いてないんですけども、系統抽出法と呼ばれる無作為抽出の方法の例が書かれています。母集団を構成する全ての個体に連番が振られていれば、最初の個体を無作為に選んだ後、等間隔に抽出を行うと。 いうことが可能ですねテキストでは学生全体から標本を選ぶときに登録名簿のファイルの中から10番目ごとに選ぶというやり方が書いてあります最初の一人目をどこかに決めてやってそこから10番ごとに選んでいけばいいということですねこういったやり方を系統抽出法というように呼びます 無作為抽出によって得られる標本、無作為標本無作為抽出や無作為標本が統計学においてなぜ重要かでこれは元の母集団の縮図を与えるからであるとテキストに述べられていますこのテキストでの目的は推測統計えつまり母集団の特性値に関する推測を行うことですねこの講義の最初の方でも述べたように標本に偏りがあると 母集団の特性についての正しい推測はできなくなるわけですね。歪んだものになってしまう。学生会館で捕まる学生だけをつ学生だけに対してアルバイトをしているかどうかを尋ねて、そこでの標本での割合を全学生でのすべての学生母集団でのアルバイトをしている学生の割合だと考えていいか。でこの時にその標本が母集団の縮図となっていなければ。 推定はかなり偏った、誤ったものになってしまうでしょうね無作為抽出を行えばその無作為標本は元の母集団の縮図となっているという点が推測統計において重要になりますですから元の母集団の縮図となっている標本を調べることで母集団での特性特性値がかなり精度良くわかるはずだというように言えるわけですね テキストでは標本での割合ということを具体例としまして標本での割合は標本に選ばれた個体数が大きくなるにつれ募集団での真の真割合に近づいていいいててくととうことが書かれています。ある程度の人数を標本として取ればそこから得られる推定値推測は募集団に関する推測は 母集団での推測しようとしている本当の特性の値、本当の、例えばここでは真の割合に近いものになるということですね。母集団の縮図となるわけです。無作為標本が母集団の縮図となっていて、良い縮図となっていて、そこからの推定がかなり正しいものになる。 直感的に明らかだと思いますけれども標本の大きさが大きい方がこの推定が正しい可能性が高いだろうということですね。これは対数の法則と呼ばれるものでテキストで後の方で学習をしますえ。ただちょっとここのテキストの記述は本当は難しくて直感的には分かりやすいと思うんですが少し注意が必要です。直感的には標本の大大ききさが大きければ そここからの得らら得れれれるる推定値値は、は集団でのの本当の値に近いということととう受け入れられると思います。ある大学の学生全体というように募集団が限られていれば標本の大きさをどんどん大きくしていってやがて募集団全部について測定を行えば当然それは募集団での本当の値がわかるということですから標本の大きさが大きい方が募集団での知りたい特性値を を正しく推定できる可能性が高いということは直感的に受け入れられると思いますただこの話数理的には少し難しい話になりますテキストでは実験を続けて標本の大きさを次第に大きくしていくという例が書かれていますこの後少し話をしますけれども標本の大きさが100の時の標本の割合そこからさらに100を足して200の時の割合 さらにに、を足してのの時の割合というようよ標本の大きさを順番に大きくしながらです、ね、標本で推測される標本割合を求めていくということを話をしているんですねで。これは対数の法則の中でも対数の強法則ストロングロー強い法則と呼ばれている方でこれは数理,が数理的には少し難しい話なんですね。 統計入門で学習するときには弱法則 WEEK 弱い方の法則を扱います、まあ、これはそんなに気にしなくてもいい話ですテキストの例ですねテキストの例では母集団,集団があってそれは人の母集団でえそこでの年齢の分布これを知りたいというんですね 30歳未満と30歳から50歳未満と50歳以上という3つのカテゴリーに分けてやって募集団でこれがどのような割合になっているかを知りたいという話が載っていますね。集団でのの本当の値というものはこの割合が6分の3と6分の2と6分の1であるとしましょう。当然これ本当は分からないんですけれどもシミュレーション をこれからやってみますのでシミュレーションの時には母集団をですね、えっと、特定の状態にしておくわけですでそれがどれだけうまくわかるかということを試してみるということですねで母集団では30歳未満は3 6分の330歳から50歳が2 6分の250歳以上が6分の1であるとしましょうでこれはあの もちろん調査をする研究をする人たちは分かってなくて標本からこの本当の値を推測しに行くわけですねさてこのシミュレーションとしてこの募集団からの無作為抽出のシミュレーションとしてトランプを使いましてトランプの1の札が3枚2が2枚、えー、次1がじゃないですね3が1枚。 ですね、エース23がそれぞれ3枚2枚1枚となった合計6枚のトランプ札をよくシャッフルして1枚を取り出すということを繰り返すということを考えてみますちょっと訂正しておきましょうかね3ですねはいこれを繰り返すと。 一回取り出したら、元に戻して、もう一回シャッフルして、次を取り出すということをします。この札を取り出すことを、七百回繰り返して。百回ごとに標本割合を計算をしてみようというのが、テキストでのシミュレーションですね。で、テキストが言いたいのは何かというと、この標本がどんどん大きくなっていくにつれ。標本から。計算された標本での割合っていうのが、母集団での。 本当の割合に近くくなっていいいい様子が観察でできますす。よね、ととうことを言いたいわけです、えっと、もちろんこれは偶然によって決まることですので大きさを標本の大きさを増やしていくとその前よりも必ず母集団での本当の値に近い値になるかっていうとそうではありませんがあくまで確率的に本当の値に近い。<laughs> 推定値がが得られる可能性が高くくなっていくんですねちょっとこの辺りはややこしい話なんですけれども今は直感的に標本の大きさを大きくすれば母集団での本当の値に近い推定値が得られるということを見ればいいですね。でテキストではもうすでに表の1としてデータ実験の結果とそれをグラフにした図1が載ってますけれども、えー、とこれをですねこの R でシミュレーションを行ってみるということを少し紹介しておきます。 統計入門の授業では R をを使った実習というのをやります、ね、統計入門の授業が終わった時にはこの R を使ってデータの分析やシミュレーションを行うスキルというものが獲得されている基本的な統計学についてはそういったものが獲得されているということを目的としていますで今はこのシミュレーションのです、ね、プログラムの内容は分からなくても結構です、えー、どんなことをしているかあということだけ説明をしておきますと テキストに書いてあるように、1の札を3枚、2の札を2枚、3の札を1枚、6枚のセットを作っておくんですね。えっと、それでここのプログラムでも最初のところでそのセットを作ってあります。100回ごとに、 標本抽出100回行うごとに1つ抜き出してそれを何が出たかを記録するっていうのを100回ごとに標本割合を計算していくと700回やると言ってるのでその700という100という数値をですねえっ、ー、とそれぞれ n と every という変数に入れておきまして実験データを作りますえっ、ー、とこの e, e データというエクスペリメントのデータという意味ですけれどもこの中にですね700回分の結果がしまわれるんですね でそしてあとは100回ごとにその標本割合を計算するというプログラムがこの部分になりますでそしたらテキストでいうと11ページの図1にあるようにですね、折れ線グラフを描画するとこれがこのプログラムですねでそしてやると、まあ、このようにテキストの図1のようなグラフができるということですね これ当然実験をするわけですから、シミュレーションで偶然に頼った実験をするわけですから、もう一回実験をやり直せば、また結果は変わります。これは確率的にやっているので当然ですね。えっと、グラフの観察のポイントとしては確かに標本の大きさが大きくなっていくと、実際の本当の割合に、募集団での本当の割合に近い値が 得られてていいいるるなととうのが見てわかるかと思いますただ一番上のグラフに見てもわかるように、えー、どんどん間違いなく誤差が小さくなる一方になるというわけではありません確率的なものなので一旦近づいたのにまた少し離れてしまったりということは起きるんですけれども確率的に本当の値に近くなる。 近くくなっていくといととうことですねテキストの図1は少し不十分でしてこの今パワーポイントのスライドで提示しているグラフでは少しグラフに要素を加えています。でそれは横軸ラベルと縦軸ラベルそれから判例ですね。 グラフを描くときには、横軸ラベルと縦軸ラベルを必ず入れてください。単位があるときには単位も入れます。この場合、Y 軸のラベルに単位がありますので、パーセントですので、ね、括、え、弧、ー、パーセントというように入れてあります。複数のグラフを一つの座標の中で描くときには、この左上に示されているような判例もあった方がいいかと思います。 このトランプの実物を用意して実際に実験をやるってなかなか大変だと思うんですけれども R を使うとこのような実験というのは簡単にできますね最初に見た時にはすごく長く難しいプログラムに見えるかもしれませんが同じようなことの繰り返しをしている部分っていうのが多いのでそんなに難しいプログラムではありません 統計入門が終わる頃にはこれぐらいのことは書けるようになっているはずです。書けるようになってなければ多分単位は取れてないでしょうね。はい、募集団やそれではえっ、ー、とテキスト戻りまして。 11ページの下から4行目さて募集団から取られた標本についてある属性を調べる問題に話を戻そうというこで話を戻します。募集団や標本を調べる時我々の関心は募集団ののの構成要素にについての特定の属性にある。例えばある大学の学生の募集団における体重の分布を知りたいとか隕石の募集団における鉄の含有量の分布を知りたいといったものですね。 こうした問題としている興味のある属性というのは標本に選ばれた個体に対して測定または係数される係数というのはカウントする1つ2つと数えるということですね。この測定ままたは数数される属性を変数 X で表します。我々はこの統計入門の中でやがてこれを確率変数という呼び方で呼ぶことになりますけれども今は簡単に変数 x という 測定または係数される属性を変数 X で表すということだけで大丈夫だと思いますこの変数をテキストでは二つの種類に分類しています連続型変数と離散型変数ですね連続型変数というのは潜在的にある範囲の実数をすべて取り得る変数です例えば長さや重さや温度や時間これはある範囲の実数値すべてを取り得るわけですね わざわざ潜在的にというふうに言っているのは測定には限界があるため本当に正確な値はわからないからですね。でそのためにあとの理算型変数との対比ですけれども整数値しか現れないこともあります。例えば学力テストの得点というのは普通0から100までの整数値です。そうするとこれはこの次に述べる理算型変数なのではないかと。 思われますけれども、このテストの点数は普通は連続型変数として扱われます。つまり、測定の限界として。物差しのメモリに整数値しか出てないから。整数、値でしか測れない。というものであって、潜在的には。ゼロから百までの実数すべてを取りうるというように考えるわけですね。五十点という点数がついている学生の本当の得点は。 かからまででのどれかであるだけどそこまでしっかり測定できてないから50点というようになっているというように考えるわけですねでこうした潜在的にある範囲の実数全てを取り得る変数を連続型変数と呼びます一方離散型変数は整数値のみを取る変数です主に係数つまりカウントによって得られるデータの変数ですね 1>, 1日あたりの自動車事故の数とか各世帯における子どもの数といった例がテキストに上がっていますテキストには載っていない変数の分類に量的変数と出席変数数とというものがありますこれは先ほどの連続型変数と離散型変数というものに似ていて少し概念的に混乱しますね。 測定対象をそれらが持つ特性によってつまり質によって分類するときその特性を質的変数というように呼びますこれは対象をカテゴリーに分類するそのための変数ですね例えば性別という変数は質的変数であって対象を男か女かといったことに分類をします このカテゴリーは、カテゴリーのラベルのままでもいいですが、数値を割り当てることもあります。例えば、性別という質的変数で、男にゼロ、女に一というように数値を割り当てるということもあります。しかしこの数値は、量としての意味、大きさとしての意味は持っていなくて、単なるラベルですね。この質的変数に対して。 測定対象が持つ特性の大きさを測定した数値のことを数値を量的変数というように呼びます出席変数は必ず離散的ですので概念的に離散変数と似ているところがありますね出席変数の値として例えば男とか女といった値を取るわけですが数値ではないですけども男という値、女という値がそれぞれの 対象者に対して付与されるわけですね。で、これは質的なカテゴリーになっています。離散変数では特定の測特定の測定対象に対して、やはり一つの数値を与えるわけですけれども。これカウントした整数値ですよね。整数値を与えていきます。この点で、だから、質的変数と量的、離散変数っていうのは。よく似ていると言えます。 出世件数は先ほどみたいのように男に0女に1っていう,うに数を割り当てるにしてもある範囲の実数値を全て取り得るような数値の与え方こういうのはないはずですよね。えっとだから出世件数っていうのは必ず理算的であると。 いうことが言えるので、離散か連続かっていう区別をしなければいけないのは、基本的に量的変数の場合だということになります。出席変数はもう離散的だということが分かっているので。いちいち。その出席変数が離散型なのか、連続型なのかっていうことを。 言わなくてもいいですよね。ですから、離散か連続かという分類は基本的に両的変数についてなされるということになります。少しちょっとこのあたりの概念がややこしいですねえ。実際、統計学のテキストでも、質的変数と離散変数、両的変数と連続変数をおなじみで用いていることも多いです。このテキストでは、連続か離散かという分類を基本にしていますので、そちら、 もこれからは基本的には使っていくことになると思います。ただし、必要にもし必要であれば質的量的といった言い方もしていきます。はい、ええー、と第2章の第1節除雪の内容は以上になりますね。で、この後、第2節データの分類に進んで度数分布表にデータを整理するということを学びたいと思います。で,では、この動画はここで終わります。